じゃあこんにちは、斉高さん、はいはい、練習試合巨人対日本ハム、まあ、先ほど終わりました。はい、はい、方も今ね、ウォーミングアップ終わったばかり。ちょっと力入ってたな。ちょっと力入ってました、はい。まあ、今日5対3で巨人が勝ったわけですけれども、はい、まあ、今日はいろんな見どころありました、はい。なんといっても巨人は大道具が初打席と立つというところで、はい、まあ、初実戦ね。はい、はいはいはい、まあ、2打数の1安打、はい、最初がフライ打ち上げて2球で、はいはい、で次がまあ、ヒットという形でしたけれども、はい、まず小戸は豊さんどうですか、印象を見て。まずね、打席に入って の, その準備がしっかりできてるなという、うん、だからまあ初球からでも甘いボールが来たらパーンといける、はい、もう準備が整ってるということ、うん、ただね、キャンプの時もこの試合を見て感じたのは、まだまだ体が開きが早いなっていう、体が開いてバットがちょっと遅れて擦るなっていうような感じが、まあ、してるんだよね、はい。だからこれがやっぱ体が止まってバットのヘッドが走り出すと、これがホームランになってくるのかなという、まあ、感じがするんだよね。これってまだその、まあ、準備段階というか準備不足、もちろんもちろんもちろん、だから試合をやって自分がどういう状態なのか、フリーバッティングのボールって打てるんだよ、うん、もうプロの選手だったら、はい、だからそれで評価してもしょうがないんだけど、まあ、実戦になって初めて、あ、ちょっと体の開きが早いなって、うん、バットの走りがちょっと遅れてるなとか、はい、多分今日で感じたと思うんだよね、うん、だからまあそういうので俺は調整してくるかなっていうような感じがする、うん、ただやっぱこう低めのボールを打つのは対処するのはうまいな。うまいですね。うまい、うん、で、あとはやっぱコンタクト率、はい、芯の近くで捉える率っていうのは、うん、まあ、高いバッターだなっていうふうには思うね。まあ、日本でほぼほぼね、その実戦でその初打席でね、ね、まあ、そうだね、だった中でも、うん、やっぱりその打ってきたというか、はいはい、一応見えてるっていうことにはなるんですかね。まあまあ、やっぱこうメジャー経験もあるし、うん、だからもうそんな初見でボールを見ていこうなんて、うん、じゃなくてもう初球から勝負っていう、まあ、体勢に入れるっていうのは、うん、やっぱ素晴らしいよね。あとまあ1球目、まあ、空振りでしたけれども、はい、豊さんがあ、触れてるねっていうふうにおっしゃってたんですけど、だからそれは準備だよね。うん、まあ、しっかりした準備が できないとやっぱ初球っていうのは触れないから、うん、あとはやっぱこう環境に慣れるとか、うん、食文化に慣れるとか、うん、いろんな課題があるだろうけども、はい、なんか通訳の話によると、うん、ダルビッシュと一緒に日本食を結構行って、はい、いや食べ物なんか全然大丈夫なんですよと、向こうでダルビッシュさんに連れて行ってもらって、はい、箸の使い方も全然大丈夫なんですよみたいな、うん、あ、パドレス時代ですか。そうそうそう、まあ、だから、まあ、ここら辺でもダルビッシュの影響力っていうのはあるのかなっていう。すごいですね。多分聞くこっちに来る前におそらく相当なアドバイスをもらってるはずなんだよね、うん、だからまあそれで、まあ、知識があるのとないのでは全然違うじゃない、はい、だから知識は入ってると、うん、だから、まあ、オープン戦の、まあ、実戦初戦にしては、はい、やっぱバットもしっかりね向かっていってタイミングの取れてるし、うん、だから非常に良かったかなっていうふうには思うけどもね。そうですね、これがやっぱこうもっともっと綺麗よくなってきて、うん、そういうふうになってくると結果は出てくるような気はするけどもね、うん、まあ、このところの日本巨人の取る外国人選手ってブリンソンだったりウォーカーだったり、あるいはまあ、ね、背の高くて一発もあるっていう選手を取ってきてた中、はい、そんなにその大柄で背高はないですけれども、まあ、ね、やっぱね体が動く、足が動く、うん、まあ、これがやっぱり一番だよね。まあ、走力も含めてね、はい、あるっていうところが打ってくれるとすごく幅ができるという、だからまあ178本のメジャーでのホームランっていうのはあるけども、はい、まあ、確かにホームランも打てる打者なんだけども、うん、やっぱ動けるっていうのがさ、うん、今阿部監督の頭の中ではホッとしてるところじゃないかなっていうような気はするけどね、うん、まあ、ホームランっていうのは今年あんまり考えてないからさ。そうですね、うん、だからその小戸がやっぱ30発打ってくれないかなとか、うん、そういうことじゃないから、うん、やっぱり率も残して勝負どころで打って、うん、走ってくれれば、はい、それで十分だっていうふうに思ってるから、うん、意外とそういうことを聞くと、あ、OK みたいな、うん、やる気になるんじゃないかなっていうのは気がするよね。そうです、昔から助っ人っていうとさ、絶対ホームラン打たないとさって言うけど、はい、まあ、そういう期待っていうより もちろんホームランも打てる打者だから、うん、期待もしてるだろうけども、まあ、そうじゃなくて他の部分でね、はい、まあ、貢献も見込める選手だよ。
そうですね、うん、だからすごくいい外国人だと思う。これ何もなければそのままやっぱりライトスタメンで開幕スタメンということになってきますか、うん、もちろんもちろん、もちろん、うん、それに向けての、まあ、準備をしてるっていうふうに捉えてる私たちがいいんですよね。松原もいいんだよ。いやそうなんですよ復活してるんですよ。いやいや、松原はあるチームのキャッチャーが嫌だなっていうふうに言ってたからね。そうなんだ。いやこの選手が出てくると嫌なんですよってあるチームのキャッチャーがね言ってたんですか。言ってた。天才的なんですよって。えじゃあどこに投げていいのかって迷う時あるんですよって。あそうなんですか、うん、でも松原っていうのはこのままいくと機会かなっていうような感じもするし、だから相手にとっては、まあ、昨年はあんまり出てこなかったじゃない、はい、だからすごく楽だったって言ってたけどね。あそうだったんですね、うん、今年はねいい結果がね何とかここまで来てるので。そうですよね、はい、あとピッチャーで言うと、はい、巨人は高橋礼投手、はいはい、投げました、はい、で豊さんもピッチング見てましたけれども、うん、どうですか変則で。まあやっぱり変則まず一つ変則で投げれるっていうのは、うんまあ、一つの武器だし、はい、あれがもっともっと球速くなってくると思うんだよね。あ今よりもシーズン入ると、うんはい、ね、アンダースローのピッチャーであんまり速いピッチャーって中にいないんだよ、はい、だいたいこうごまかしながらって変速を使いながらごまかして投げるっていう、うん、でもアンダースローの本格派だからね。ただそこまでのスピードをまだ投げれるのかどうかっていうのが、うん、まあわからないけども、うん、まあだけどあれだけ変速で使い投げられるようになったっていうことは、はい、やっぱ面白いよね。そうですね、うん、今日2イニング投げて失点ゼロというところで、うんまあ、フォアボールもなく、はいはい、まあまあ、まあ、実戦のある投手、まあ、実績もあるしね。そうですね、だから、まあ、そんなには心配しなくてもいいんだけど、はい、まあ、やっぱ球威がね多少戻るといい時のね、はい、高橋嶺に戻るとやっぱもう戦力になるよね。十分そうですよね。なるな。あとまあピッチャーで続くんですけれども日本ハムの巨人北山投手、はい、非常に今年から、ね、フォームが変わって、そうちょっと変えたな、はい、まあ、山本由伸みたいな感じのクイックみたいな感じだけども、うんはい、いや真似はしてないと教授らしくね、はい、あの真似はしてないんだけどそこに行き着いたっていうね、はいろいろ研究結果で、はい、でそれで投げてると、まあそれいい感じだよね。ですよね。今日も4イニング4回を投げて失点ゼロ、うん、三振4つ取ってまして、はい、まあ、フォアボール1個だったんですけれども、はい、まあ、非常にここまでいいピッチング、まあ、安定してるよね、はい、まあ、昨年もね投げてる時っていうのは安定してたんだけども、より安定感とコントロールが、ま、あの良くなった、精度が良くなったっていうような、はい、まあ、そんな印象だよね。うん、まあ、先発ローテにね頑張って、いや俺は入ってくると思うよ。もう確実あそこ左王国だけど、はい、右がやっぱりこう噂が抜けた関係上、はい、ちょっと不足してるというかね、うん、まあ、金村だったりだとか、はいろいろはいるけども、はい、でも教授なんか、うん、北山なんかはやっぱこうその一角を取ってくるかなという感じはするよね。そうですね。で一方で巨人のちょっとケラーが、はい、今日はちょっと、まあ、制球なんだったんですか、ね、まあ、ちょっと制球は悪かったな。ただまあ制球で苦しむようなピッチャーでは本来はないんだけどもね、練習試合とか、はい、まあそういうので気が抜けてたのかもわからないけども、はい、ちょっとその制球なんていうのはちょっと心配な部分ではあるよね。そうですね。あの1イニング投げてフォアボール2つで2失点、こうなってくるとやっぱりその勝ちパターンで1点差っていう時になかなかこうどうなんでしょう、阿部監督、まあ、使いにくいよね。まあ、ただ、まあ、ケラーも競争が激しいよって今年のジャイアンツの中継ぎはって、はい、まあ、思ってるだろうし、うん、まあ、そこら辺での焦りがあるのかもわからないし、はい、まあ、外国人といってもやっぱ焦ってくるよね。そうですね、まあ、枠もあるし、うんうん、だから、まあ、安閑とはしてられないものが、まあ、ちょっと今日出たのかなっていう感じもするよね。あと巨人の野手でいうと、まあ、佐々木選手今日4打数1安打1打点というところで、あのバッティングはすごいなうまいな、やっぱすごいですね、うん、やっぱり、ね、思わずうまいっていう風に、うん、あの言ってしまうようなバッティングがやっぱあるんだよね、はい、あの子には、うんうん、だから、まあ、あの1打点というのはすごく評価されると思うよね、うん、そうですよね、まあ、今日は1番にはい、指名打者で入ってました。で2番センターのオコエ選手が今日ホームラン、はい、4打数2安打2打点のホームラン1つ、だから言ったでしょ、はい、
お声は良くなってるよって なってるんですよ。だこうなんていうのいいんだよいやだからそのやっぱり右をね阿部監督は2番に据えたいという、まあ、結果をこうやって出してくれるとやっぱホッとするんじゃないの。だからホームランはおまけだっていうふうに思ってる可能性もあるしね、うん、ただねやっぱフリーバッティングは気持ちよく打ってるわ岡井選手、うん、打球もそれなりに飛んでるしね。だからあとは、まあ、1、2番とのそのコンビだよね、はい、だこう1番に盗塁のサインが出たとしたら待てるかどうかとか、うん、やっぱ2番っていうのは一番制約がかかる、はい、条件がかかる打順だけにそれをこなしていけるかどうかね、うん、まあ、そこら辺もそのオープン戦をやりながらテストしていくと思うけども、はい、でも今のところはすごく合格点だよね。そうですよね、うん、まあ、でもその得点を叩き出してるっていうのが、まあ、もちろん岡本和真選手もねタイムリー放ちましたけれども、まあ、佐々木選手だったりオコエ選手っていうその若手中堅で結果を出してほしい選手たちが阿部監督の期待に応えてっていう、まあ、そうだな、ね、うん、だから必死なんだよやっぱ競争にね、うん、だから勝ち残ろうとして、はい、だからそれがいい姿に出てるし、うん、もう岡本なんかほっといても大丈夫、もうでそうですね、岡本は絶対打つよあの子はですね、もうねぶれないよ、うん、うん、で坂本も大丈夫、もうこの2人はもう全然大丈夫、鉄板でしょうね、うん、で長野も使われたところでしっかり結果出せるような準備を整ってるよ、はい、だからまず心配ないんだけども今日の試合の中ではちょっとケラーがね、はい、コントロールがちょっと不安だったなという、うん、まあ、そんな感じがするけどね。そうですね、はい、まあ、あのこのオープン戦だったり練習試合もどんどん進んでいけば、はい、ね、どんどん絞られていき、はい、まあ、日本ハムも巨人も一体誰がねこう掴み取るのか座をスタメンっていうところにもう必死だよ。そうですよね。で豊さんの恒例の開幕スタメン予想も打順出してもらいますし、うん、辛いな辛いですね。ギリギリにしたいよねギリギリに、いやいや、もう勝ち残るか勝ち残らないかと。そうですね、あと怪我しちゃったらね、そうなの、分かんなくなる、もうガタガタになっちゃうから、ね、いやそうなんですよ、うん、なのでね、まあ、だから開幕迎えてさ、あ、やっと開幕迎えて一軍に選ばれたとほっとしないようにね、そこでね、そっからが勝負だからねそうなんですよね、まあ、豊さんの開幕ね、オーダーもスタメンオーダー予想も楽しみにしていてください。でもね、いい競争してるみんなね。そうですね、いい表情してますね、各球団ね、はい、はい。